こんにちは。テーマ5です。食物連鎖と食物連鎖のバランス。112ページから113ページまでは詳細が書いてあります。食物連鎖って言っても、食物ピラミッドって言った方がいいと思います。なぜかというと、一つの食べ,食べ物や、一つの動物がたくさんの他の動物を食べます。で、それらの動物もさらにたくさんの他の動物食べます。 それで少しずつピラミッドみたいな形になります。もう少し綺麗に描くとこうなります。ここにまあ食,食物ピラミッドがあって一番上に素晴らしい人間が立ってあります。王様みたいに。天敵がないんですよね。素晴らしい存在ですね。食物ピラミッドの一番上。っていうことは人間はこの下の動物の全てに依存します。食物ピラミッドを の上に行けば行くほど依存性が増えます。一つの例を挙げると、例えばこの動物が亡くなったとしましょう。この動物は完全にこの動物に依存しました。だからこの動物も亡くなってしまいます。この動物はこの動物に完全に依存してなかったから、けど少し依存してたから多分引数がちょっと少なくなるだろうと思います。 こういう小さな例だと自然がそれを埋め合わせて問題があんまり起こらないかもしれないんですけどもうちょっとひどいことを考えるとここのめちゃでかいやつがあるんですよね例えば食物、植物プランクトンと考えましょうそれが死んでしまいますそうすると完全に依存してる動物のみんなたちも亡くなってしまいますさらに依存動物が亡くなってしまいますで次の間 大、漢、段、次の段もこの動物も結構ここら辺に依存してしまいましたから多分大部分が死ぬだろうと思いますで、おーおーおー危ないねこれが結構揺れてますここしか残ってないから多分ここも大部分がなくなってしまいますで、そうなればここもなくなってしまう可能性が高いですねご覧の通り結構ひどいことになってしまいますこういう風うに大事なところが崩れすぎて たらこの食物ピラミッドが完全に崩れてしまって人間が落ちてしまいます。だから一番上に立ってるって言っても本当は全ての他の動物に依存してるっていうことを意識するべきですよね。そこで一つの具体例を挙げましょう。ここに植物プランクトンがあります。植物プランクトンは動物プランクトンに食べられます。動物プランクトンは小さな魚から食べられます。に食べられます小さな魚は大きな魚に食べられます。 大きな魚は人間に食べられます。そこで植物,植物プランクトンがなくなったとしましょう。それで動物プランクトンも生き続けることができないんです。それで小魚も生き続けることができないんです。大きな魚の餌もなくなるから死んでしまって人間も食べ物がなくなります。だから安易に動物を全滅させることは非常に危ない行動です。 そこでもう一つの大事なところがあります。バランスです。人生の中でも大事なところでしょうね。ここに係争があるとします。まあ、実際に係争がありますけどね。で、係争も何らかの動物に食べられます。で、その動物はまた何らかの動物に食べられます。何らかの動物に食べられます。食べられます。食べられますつまり食物連鎖が起こって、 で最終的に魚が何かを食べます。要は、ケイソから魚が出ます。同じように、弁妄想があります。弁妄想に対しても何らかの食物連鎖があって、最終的にクラゲが出ます。ケイソから魚が出ます。弁妄想からクラゲが出ます。で、ケイソも何かを、何かを食べないといけないんですよね。この二つを食べないといけないとしましょう。これは、食としましょう。 こちらは、ケイソウです。ベンモウソウの場合だと、食一つだけで十分です。では、ここでちょっと、供給ものを見てみましょう。供給されている栄養は、ケイソウ二つと、食四つです。そ、それから、ケイソウがこれとこれ食べれて、ベンモウソウがこれとこれ食べれます。その結果、増えます。ケイソケイソウ二つから、魚二つ、二匹が出ます。 便毛層2匹かな ?2 匹からクラゲ2匹が出ます。仮に、ケイソウがなくなったとしたら、ケイソウもなくなります。魚もいなくなります。栄養がないですからね。で、逆に、ケイソウを増やしましょう。それでケ、ケイソウ、ケイソウを増やしても、ケイソウの数が増えないんです。なぜかというと、便毛層もありますから、ケイソウがこれを食べている間に、猛便層が、便毛層、 この二つ食べてしまいます。この二つが残ってしまいます。一応二つ、両方ともが同じスピードで食べれるとしましょう。では、ケーを減らして、食をちょっと多くしましょう。この二つから、ケーが二つが出ます。2匹が出ます。この四つから、ベンモウソが四つも出ます。つまりクラゲも四匹になります。 もうちょっと食を増やすと、便妄想がまた増えます。クラゲも増えます。さらに増やすと、増えます。クラゲがすごい増えます。ちなみにこの食って言ったんですけど、実の例を言うと窒素とかリンとかになります。それは栄養になります。両方ともの栄養になります。ここでは、一回農業を見てみましょう。 農業には田んぼとか畑とかがありますよね。で、そこでいろんな農薬とかをかけて、肥料、ごめん、農薬じゃなくて肥料をかけて、その肥料は最終的に川とかに流される可能性があります。で、川から海に流される可能性があります。つまり、海の中の肥料、例えば窒素とかンがだんだん増えますよね。 だんだん増えます。ケイソーはあんま農業で使わないんですよね。ケイソーは変わらないままの数で海の中に存在します。なんか似てますよね。つまり最近クラゲが多くなった理由はもしかして肥料のせいなのかもしれないんですよね。農業の肥料が海に流されて弁盲素の栄養になって 最終的にクラグになります。そういうことは著者が言ってます。はい、以上です。質問やコメントがあればコメント欄に書いてください。あと、ご清聴ありがとうございます。